アマースとは、アメリカ合衆国ニューハンプシャー州ヒルズボロ郡の町である。2010年国勢調査では、人口1万1201人だった。町内には、ボネマボック野生生物保護区、ホッジマン州有林、ジョーイングリッシュ保護地、バブーシック湖がある。町の中心は2010年国勢調査で613人が住んでおり、国勢調査指定地域として定義されている。 またアマーストビレッジ歴史地区としてアメリカ合衆国国家歴史登録財に指定されているアマースト町顧問2006年郵便局広場1910年ニューイングランドの多くの町と同様にアマーストは兵士に払い下げられた土地の結果として成立したここの場合はフィリップ王戦争に加わった兵士2728年に払い下げられた 1733年頃に入植が始まり、当初は奈良岩セット3号と呼ばれ、後に数比岩3号となった。1741年、開拓者たちが改修派協会を結成し、最初の牧師を雇った。1760年1月18日、ニューハンプシャー植民地総督のベニング・ワエン・トワースが認可し、町はフレンチ・インディアン戦争で、 北アメリカのイギリス軍を率いたジェフリー・アマースト将軍から名付けられた。アマースト将軍はこの忌まわしい人種を絶滅するためにインディアンに天然痘に感染した毛布を送るやり方を始めたことで悪名が高い。1770年、アマーストの町はヒルズボロ軍を東西に走る道路沿いにあったことから軍庁所在地となった。アメリカ独立戦争やその後の時代まで繁栄を 続けた。1790年、町の南西、水力を活かした工場が発展し、アマーストの犠牲によって、ミルフォードが成長し、1866年には、軍庁所在地がミルフォードに移転した。町、の人口は第二次世界大戦まで、比較的停滞したままであり、その後アマーストと周辺の多くの町に、新山社が流入し、ボストン都市圏の一部になった。 第14代アメリカ合衆国大統領になったフランクリン・ピアースはアマーストでエドマンド・パーカー判事について法律を勉強した。ピアースはボーディン大学元学長の娘ジェイン・ミーンズ、アップルトンとタウングリーンにある家で結婚した。ナシュアイルトン鉄道がアマーストを通った。アマースト町の公式化、アマーストは私の家は ニューハンプシャー州芸術委員会の公認で、ジェームズ・ダーストが作曲した。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、長域全面積は34.8平方マイルで、あり、このうち陸地34.3平方マイル、水域は0.5平方マイルで、水域率は4.49%である。町は、スーヒガン川沿いにあり、ビーバー、ブラッディ、ジョー・イングリッシュ、カブルックが流れている。 町内最高地点は町の北部境界にある標高865フィートのチェスナットヒルである。町全体がメリマック川流域に入っている。アマーストの北西にはモントバーノン町とニューボストン町、北東はベドフォード町、東はメリマック町、南はホリス町、南西はミルフォード町と接している。ホレース・グリーリーの成果。 1905年頃以下は2010年の国勢調査による人口統計データである。アマースト町内には、クラーク小学校、ウィルキンス小学校、アマースト中学校、スーヒガン高校がある。小学校は町内の児童のみを受け入れている。隣接するモントバーノン町の中学生は、アマースト中学校に入学できるが、授業料が必要である。 アマーストとモントバーノン町は合同で、数悲願高校を所有しており、双方の生徒を受け入れている。ありがとうございます。